どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日ですね、ワンちゃんを飼わない方が良いタイミングということで、まずは一つ目、引っ越しですね。引っ越すって決まってたりとか、あとは急にね、引っ越すってことが決まるっていう時もあったりするんじゃないかなと思ってます。非常に大事なのは、迎えた時にあ、なんか環境で難しいなと思って引っ越すってなっちゃった時はしょうがないのかなとは思うんですけども、できれば今の環境でワンちゃん迎えた時どうかなっていうのも想像力働かせていろいろ考えてみて、難しそうだったら引っ越してから迎えた方がもちろんいいですし、あとはもう引っ越す予定が前もって決まってるんであれば、もちろんその時にはワンちゃんは連れてこない方がいいんだと思います。その時にワンちゃんを飼いたいっていう気持ちが先行して先にね連れてきてしまったりすると、ワンちゃんからすると来てすぐまた環境が変わるっていうのももちろんストレスがかかりますし、あとは人もねバタバタしててそれどころじゃなくなってしまうってなると、もともとねワンちゃん飼ってる状態から引っ越す予定だったら、もともとね飼ってる期間がある程度あれば結構丁寧に移すっていうこともできたりするんですけども、迎えてすぐってなってくるとかなりバタバタするんじゃないかなと思いますので、お引越しするタイミングではワンちゃんは飼わない方がいいんじゃないかなって思っております。2つ目ですね。2つ目は用事が重なる忙しい時期、特にねお子さんがいらっしゃる家庭だとね多いんじゃないかなと思うんですけども、タイミングって見てあげるって非常に大事で、特にねワンちゃんたちって一生のうちが十何年とかしかないわけですよね。その十何年あるうちの特に一番大事な時期っていうところが一番忙しい、いろんな行事が入っちゃって見られなかったよなんていうこともね結構あったりします。あまりね忙しい時期じゃなくって、ワンちゃんのために時間が使えるタイミング、そんなタイミングで迎えてあげるっていうのが非常に大事になってくるんじゃないかなと思ってますので、お子さんの様子を見ながら迎えるタイミング見ていただけたら間違いないんじゃないかなと思いますので、いろんなね行事やイベントごとが詰まっている忙しいシーズンはね避けていただいて、迎えたらワンちゃんとこんな風にしたいな、あんな風にしたいね、こんなことにならしてこうねっていうのを決めてね、それから迎えられたらベストなんじゃないかなって思っております。3つ目ですね、プレゼント。プレゼントでもらってっていうのは結構多いパターンではあります。特におじいちゃんおばあちゃんとかで娘夫婦とか息子夫婦とかからもらったみたいなパターンが結構多くて、一緒に暮らすのにメリハリがあった方がいいんじゃないかとか刺激があった方がいいんじゃないかって言ってもらうことがあったりするんですけども、プレゼントはね正直に言うと本当にやめた方がいいと思います。相手の方も本当に分かんなくてとか体力に自信がなくてどうしたらいいか分かんなくてお散歩も行けなくて、そんな相談がたくさん来ます。なのでワンちゃんね可愛いし、プレゼントしたら喜ばれるんじゃないかなって思って買っちゃうみたいなことあったりするんですけども、でも何かの時にプレゼントで買うっていうのは本当にワンちゃんを迎えるためのタイミングじゃないんじゃないかなって個人的には思っていて、もしね相手にプレゼントで渡すんであればサプライズじゃなくてそれを話して、その上でちゃんと環境も整えて家族で相談して最終的には迎えていただくっていう形が間違いないんじゃないかなと思いますので、喜ぶ顔が見たいから急にいきなり買ってっちゃう、特に大型中型ですね、成長すると力もあったりとか最初に時間を取らなきゃいけなかったりとか、サプライズではなくてプレゼントじゃなくてちゃんと計画的に相手と相談してやっていただけたらいいんじゃないかなって思っております。はい、というわけでですね、もうやっぱりね自分たちも1年間のうちに何回かはこういった困りごとの相談っていうのが来ます。これってどうしたらいいですかっていうか、正直に言うとねどうしようもない時もあったりするんですよ。どうしたらいいですかってもうなっちゃってから聞かれてももうそうするしかないよねっていう時はあったりすると思いますので、ぜひね私たちトレーナーさんにしてももうこう決まってるんですっていうのはなかなか難しいことが多いんじゃないかなと思いますので、ぜひねいろんなことを相談の段階からで持ってきていただけるとね私たちも相談に乗りやすいんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもねワンちゃん迎えるんであればぜひね計画的にお互いに一緒にいられてよかったねって言える最後を迎えるためには、最初と最後が肝心の最初の部分になるんじゃないかなと思いますので、ぜひねワンちゃんを迎える時には計画的にいろんなことを考えて迎えてみてはいかがでしょうか。